ビジネス展望です。今朝のテーマは、極東ロシア情勢と日本。お話は、株式会社双日総合研究所、チーフエコノミストの吉崎達彦さんです。吉崎さん、おはようございます。はい、おはようございます。吉崎さんは明日からウラジオストクに行かれるそうですね。まあちょっと私も全く初めてなんで、どんなところかすごく楽しみにしてるんですけれども。はい。富山育ちでいらっしゃるということなので、はい、ちょうど日本海側を挟んで向こう側ですよね。富山ってところはですね、結構昔からロシアの船が着くところなんで、私の子供の頃っていうと、旧ソ連なんですけれども、そのソ連の船が着いて、ロシア人の船員さんが、見かけたりするわけなんですよね。はい。ですから子供の心に、果たしてどんなところがあるのかなと思ってたんですけども、この年になって初めて、行くことになりまして、それだけ日本とも近くて縁も深いところであると思うんですけれど、どんな話をするんでしょうか。もうこれが5回目の会議で、こっちからは学者とかジャーナリストとかが9人行きまして、向こうはロシア科学アカデミーの極東支部ってところで、定期的な会合をやってまして、とにかくこういうのを日露間で続けていくっていう、それ自体が一つ意義があるのかなというふうに思ってます。はい。で、特に今はですね、極東開発ってことがロシアの方で大テーマになってまして、はい、特に2012年に第2期のプーチン政権が始まってから非常にそのことはっきりと言ってまして、はい、で特にちょうど1年前になるんですけれども、極東発展省っていうところの大臣をですね、イシャーエフさんっていう人からガルシカさんっていう大変若い人を起用して、その人が非常にバリバリと今仕事してるんで、ちょっとエンジンがかかってきたなというところがあるんですね。極東ロシアと言いますと、ロシアの東シベリアから太平洋に至る地域ですけれどもね、資源が非常に豊富だというイメージですけれどね。これも、面積でいうと、広いロシアの3分の1がそうなんですけど、ただ住んでる人がね、620万人しかいないんですね。で、ちなみにソ連邦崩壊の91年頃には、800万人いたっていうんで、減ってるんですね。ものすごく減ってるんです、ね。で、北海道だけでも540万人いるわけですから、はい、広いその極東ロシアの620万人って、それもまたどんどん今も減ってるというのはね、これはやっぱりロシア側としてすごい危機感があるっていうのはよくわかるんですね。やっぱり気候も厳しいですしね。そうなんですよね。でも本当は言ってみれば人類に残された最後のフロンティアみたいなところですから、はい、これをどうやって開発していくかっていうのは結構これ大事なことだと思うんですね。はい、先ほどお話が出ました極東開発大臣にガルシアさんという方がなられた、はい、この方は実業界出身でかなりのエリート、それからグローバル経済など分かってる方だという報道もされてますけどね。コンサルタント出身の方でですね、やり方が非常に今風、なんですかね、グローバル人材みたいな方なんですよね。はい。で、仕事のやり方もですね、結構もうピシッとしてて、ちゃんとそのプーチンさんにうまく、取り入ってですね、彼が言ってることは結構ちゃんと進むぞっていう、そこの信頼はあるんですね。具体的に例えば経済特区を作ったりとか、はい、あと太平洋とともに発展するロシア極東ということを謳っている、そのための法律も作っている、この辺はどう評価していらっしゃいますか。アジア太平洋地域のロシアなんだというね、そこは非常に正しい位置づけだと思います。でただ、ということでその極東ロシアで製造業を育てて、そこで物を作ってアジア向けに輸出していくって言われるとですね、ちょっと待ってくれと。オタクはね、コスト高いんでね、オタクで物作って、それ例えば東南アジアに持ってくんだったら、最初から東南アジアで作った方が安いんですけどね、っていうのはこれ日本企業の側としての自然な発想なわけですね。とすると別の生かし方、またその流通も含めた中でどういう位置づけになるのかというのもこれから探っていくというところなんでしょうかね。そうですね。今までだいたいこのもうゴルバチョフ時代にもエリツィン時代にも過去に何度もその極東開発のプログラムっていうのを作っては、あんまりうまくいってないっていうのが続いてきてるわけですね。なるほど。で、それもその政府主導のインフラ投資とかですね、巨大企業のエネルギー開発とか、割とその大きなところから狙っていって、あんまり効果を上げてないっていうところがあるんで、もうちょっとその、
まあ、ちょうど今日本でも地方創生の議論というのをやってますけれども、はい、少しその視線を地面に落として、はい、なんか地道なことから始めていった方がいいのかなというふうに思ってるんですけどね。今回のフォーラムもその一環と考えてよろしいでしょうかね。まあ、その中に一つまあ、経済開発のセッションがありますんで、私そこで何言おうかと思ってて、まずね、人づくりから始めましょうよと。人づくり、はい。インフラ投資っていうのはやっぱり人口が減ってるところにドーンとやりますとですね、まあ、日本でも過去に散々ありましたけれども、結局維持費が後の世代の、まあ、負担になっていく、まあ、やってる間はいいけれども、まあ、終わってみると一体なんでこんなもの作っちゃったんだっていう、まあ、そういう例が少なくないんで、はい、まず人にお金をかける、それからまあなるべく人の行き来を多くする、それは日本側もやっぱり人口減少って問題あるんで、まあ、同じ問題を抱えている同士でもっとこの相互の人の交流とか移動を加速していくっていうところが、大事なんじゃないかっていうふうに私は思うんですね、うん、その中で先ほど出てきたその太平洋とともに発展する極東ロシアというものをどう考えればいいのかというのを互いに意見出せればいいってことでしょうかね。そうですね、日本から見るとですね、こんなに確かに自然は厳しいんですけれども、あんまり面倒くさいその民族宗教問題とかってなくて、はい、それからまあ大変親日的な人たちなんで、まあ、せっかくだからここでなんかやらない手はないんですけれども、うん、まあ、かといって今までそんなにうまくいってきてなかったことにもそれなりの理由があってですね、はい、まあ、ただ向こうは結構その今は本気になってると、まあ、一方で領土問題やらウクライナの問題やらっていうのもあると、はい、ちょっとまあ悩ましいことはいっぱいあるんですね、まあ、そういう政治状況の中でもう一つ そのロシアというと焦点はプーチン大統領が訪日するのかどうか、はい、この辺は吉崎さんはどう見てらっしゃいますか。はい、今回はですね、日本側の団長が袴田茂樹先生、新潟県立大学の先生ですかね、まあ、有名なロシア研究者なんですが、はい、まあ、長年ロシアというか、まあ、日露関係に携わってきた方々はですね、全然楽観してないです。あ、そうですか。非常にシビアに見ておられます。それはなぜなんでしょうか。まあ、なんていうんですかね、やっぱりロシアってなんかこの気安く譲歩してくるような相手じゃないんで、はあ、なんとなく今日本の中ではそのプーチン待望論みたいなのがあって、彼は今西側と孤立して、日本を頼ってくるからなんか領土で譲歩してくれるんじゃないかっていう、そこはかとない期待がみんなもあると思うんですけど、多分そんなこと全然期待しちゃダメよっていうのが、まあ、長年ロシアと携わってきた人たちの、ほぼコンセンサスだと言っていいと思うんで、日本としてもウクライナの問題、まあ、北方領土も絡んできて、どういう姿勢を示せなければいけないのかっていうのは微妙な立場でもありますよね。そうなんですね。だから何ていうんですか、日本ってもうちょっとその怒るべきところ怒ってですね、はあ、ここは譲れないんだと、例えばその北方領土をロシアにかつて取られた国としてですね、ウクライナからその取ったクリミア返せぐらいのことはまず言っていいんじゃないかと、はあ、そうでないと他のその領土返せっていう議論も全然迫力が出てこないだろうっていうのは、これがまあ結構いろんな人が言ってることで、ただその一方でその強硬一辺倒でも、例えば中国とロシアの関係を見ても、はい、こちらも非常に微妙な距離感も持ちながらも、ちゃんと是々非々でやってますよね。そうなんですね。まあ、なんていうんですか、非常にお互いの力関係とか国益ってことを、まあ、ビンビンそれに跳ね返った動きをしてくる相手なんで、こっち側が逆にその国益みたいなことをちゃんと主張しないと、あ、なんだ、こいつは甘いなっていうふうに、見られちゃうということなんじゃないかと思いますね。そういった政治の駆け引き、外交、それからこれからフォーラムで話し合われるようなそのセカンドトラックと呼ばれている人たちとの交流、両方大事なんだなということを強く思いましたね。 ありがとうございます、はい、またそのお話聞かせてください、はい、ありがとうございました、はい、今朝のテーマ、極東ロシア情勢と日本、お話は株式会社創実総合研究所チーフエコノミストの吉崎達彦さんでした。